皆さん、今から会話練習をします。皆さんは聞いてから同じように練習してくださいね。Bây giờ các bạn sẽ luyện tập hội thoại. Các bạn lắng nghe và luyện tập theo. Sau đó các bạn sẽ một người hỏi, một người trả lời. 皆さん、じゃあ始めましょう。1. 失礼ですか。お名前は何ですか。私はビンと申します。2. 失礼ですか。お名前は。私はビンです。3. お名前は。ビンです。4. どこから来ましたか。ベトナムから来ました。5. どこから来たの。ベトナムから来ました。6. どこの人ですか。ハナムの人です。7. どこの人なの。ハナムの人です。8. あの人は誰ですか。ランさんです。9. あの人は。ランさんです。10. あの方はどなたですか。田中社長です。11. お仕事は何ですか。組み立てです。12. お仕事は。組み立てです。13. 会社はどちらですか。ホンダです。14. 会社の名前は何ですか。ホンダです。15. あなたの会社は何の会社ですか。車の会社です。16. 会社名は何ですか。ホンダです。17. 出身地はどこですか。ハナムです。18. 出身地はどっち。ハナムです。19. どこに住んでいますか。ハナムに住んでいます。20. うちはどちらですか。ハナムです。21. 電話番号は何番ですか。0923-123-321 です。22. 会社の電話番号は何番ですか。0242-113-342 です。23. 家族は何人ですか。4人です。両親と兄です。お父さんの仕事は何ですか。農業者です。25. お母さんの仕事は何ですか。母も農業者です。26. 何が好きですか。スポーツが好きです。27. どんなスポーツが好きですか。サッカーが好きです。28. 趣味は何ですか。サッカーです。29. 何が上手ですか。サッカーが上手です。何が得意ですか。サッカーが得意です。30. 何が下手ですか。水泳が下手です。何が苦手ですか。数学が苦手です。31. 漢字がわかりますか。はい、よくわかります。漢字がわかりますか。はい、だいたいわかります。漢字がわかりますか。
はい、少しわかります。32、いくつの漢字がわかりますか？50字ぐらいわかります。どのぐらい日本語を勉強しますか？3ヶ月ぐらい勉強します。じゃあ、これで終わりです。もう一度練習してくださいね。どうもありがとうございました。